します。ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャムス、子ども服、子ども用品、制服のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、以上各社の提供でお届けします。おはようございます。むぎゅー、今週も始まりましたママ徳元気ラジオ。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そして褒め合いマスタートレーナーの堀江里美です。そして今日は第3火曜日ということで、アシスタントママの方が、ガナハレナさんです。レナさん、おはようございます。おはようございます今日ね、久々ということで、久々だっけ、ちょっと間空いたのかな。いや、なんかちょ1ヶ月ぶり。その久々でちょっと緊張って話してたんですけれども、ね、はい、いつものね、あの爽やかな、すごいね、素敵なね、キラキラの笑顔でね、あの微笑みかけてくれてね、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、では今日ね、もうお盆の中日ですね。ですね、うん、天気も本当にこうなんか夏真っ盛りっていう感じで、心地いいお天気です ね、またこのね、 FM ギロワンからの眺めはね、はい、こう急なのね、こうなんか坂の上っていうか、うん、高いところにあるんですけれども、この茶壇の海とかがね、見渡せて、一望できます ね、気持ちがいい場所ですね、うん、はい、では今日もよろしくお願いします。はいはい、さてママ徳元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報とか、お得な情報、そしてあなたのね、最近の良かったこと、嬉しかったことなどもね、自由にねメッセージください。また番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmgino1.com、また FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。そしてサイマルラジオでもね、聞けますよ。スマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりできます。ラジオの聞けない地域のお友達にもね、あの電波がね届かないところのお友達にもぜひ教えてあげてくださいね。はい、では元気よくいきましょう。では今日はね、ラジオ始まる前にね、今日レナさんにね、何のお話しするんですかって聞きましたら、なんかすごくねワクワクするねお話でした。早速ね聞いてみたいと思います。レナさん、はい、はい、ではマイク付き、毎月、はい、当たり前のようにね、レナさんにいろいろお話ね、こう教えてもらってるんですけど、いろんなことね、はい、ちょっと改めて自己紹介してから行きましょうか。はい、知ってる人は知ってるけど、ね、最初ら辺で聞いてない人はガナハレラさんってどんな人なのかなって思ってるかもしれません。じゃあお願いします。はい、おはようございます急に振るなよってはい、はい、琉球スピリチュアルガイドおつなぎ役、ガナハレナと申します。この琉球スピリチュアルガイドというのはですね、私のお仕事なんですけれども、沖縄の聖地とかパワースポットを専門で巡るお仕事をさせていただきながら、まあ、その土地土地に宿っているエネルギー、パワーとかをですね、それぞれ
に体感してもらって、その、 選手の力を使ってもらうことで人生に役立てていただきたいと思いでさせていただいてます。でまた私がですね、小さい頃から目に見えない方々、そうですね、ご先祖様だったりとか都市の神様だったり、お亡くなりになった方という方々と、お話ししながら見ながら、育ってきました。で、そうですね、で、そういった自分自身の特徴を、活用しながら、こういったスピリチュアルカウンセリングとかも行わせていただいております。はい、私もね、一回ね、ルナさんのスピリチュアルカウンセリング受けてみたんですけれども、なんかすごい心が満たされる感じでしたね。なんかこう見守ってくれてる人、ね、のなんかこのパワーを感じて、本当に一人じゃないんだな、ね、こう本当にこう温かく優しく包まれてる、見守られてるってね、嬉しくなりましたね。嬉しいですね。で、ちょっと質問なんですけど、はい、前にもうね、このカウンセリング受けたのがどれぐらい、 2,3 年前かな、2年ぐらい前ですかね、だと思うんですけど、もうそのぐらいになりそうですね。これってよく沖縄のほら三神草とかってあるじゃない、なんか年に1回ほらおばあたちが運勢 見せに行くさ、わかるなんかね、三神草の屋に行って、要は疫判断かな、この1年なんか気をつけることはとか、どんな1年になりますかとか、いうのを聞いてきたりとかするのがあるんだけど、レナさんのこのスピリチュアルカウンセリングも、例えば2年前に受けたけど、1年に1回受けた方がいいとかある？なんか、そうですね、必要を感じた時に、必要を感じた時に、そうですね、スピリチュアルカウンセリングの中で行わせていただいているのは、やっぱ人生においていろんな、障害とか悩みとかが出てくると思うんですね。岐路に立ったりね、その時にその方のちょっとした支えだったりとか、力だったりとか、後押しになれたらなという思いでさせてもらってます。例えばご家族様のどなたかが、お亡くなりになったということをお話を、ね、聞きたいとかですね、これ先ほど人生の岐路と、話されてたんですけれども、進学だったりとか、あといろんな、事情で、分かれ道に立った時の、自分自身は本当にどうしたいのかなっていうことを、心の奥の奥の方の声を引き出してあげて、で、一人一人に守ってくださっている神様、守護霊様っていらっしゃるんですが、その方のアドバイスもいただきながら、でも生きてる本人の方は、本当はどうしたいのかなっていうことも、見つめていく機会に、そうですね、改めて自分自身と向き合って、でそれをまた応援してもらってるとかね、感じながらっていう感じでね、すごく素敵な時間をね持ってたんですけれども、こういうのを琉球スピリチュアルガイドの、ホームページの方から詳しく見たりして、また予約とかね取って出てきますね。はい、ありがとうございます。でじゃあそのね、おつなぎ役のガナハレナさんが、ね、その活動がドキュメンタリー映画になったんですよね。はい、そうです。もう嬉しいことなんですけれども、ね、これ一回私も上映見たんですけれども、すごく素敵 でその、上映がなんかまたこれからどんどん定期的に見ていくということで、じゃあそのお話もお願いします。ありがとうございます。映画おつなぎ役という私のドキュメンタリー物語なんですけれども、このおつなぎ役というのは神様と人様をとの心をつないでいくっていう役割ということで、おつなぎ役と私自身が名乗らせていただいています。でこの映画が完成したのが完成して初上映会が6月に行いました。6月7月と続けていて、でまた今月も8月の30日で9月の30日とスケジュールが決まっています。これもホームページで載せていく予定なんですけれども、内容としましては、目に見えないからこそ怖いと言われていた世界ですね、それが本当は怖いだけじゃなくて愛の中に生きているってことを知ってもらう機会になってほしいと思っています。この映画の中ではですね、生まれてくる前はどんな世界だったとかですね、
あと土地のエネルギーを使ってどうやって活用していったらいいとかですね、あと動物たちとは会話ができるのとか、そういったことのお話だったりとか、そうですね、あと、まあ、輪廻転生のお話だったり、いろいろなことを見てくださった方が幸せになるようなことをいっぱいいっぱい詰め込んだものになっています。そうですね、なんか本当に愛を感じましたね、映画を見てね。ありがとうございます、うん、なんかこう愛の中に生きてて、また愛が溢れていくようなね、そんな感じがしました。あのレラさんはあのその映画の中で、あの、まあ、こう生きてる私たちと、まあね、ご先祖様とかね、こう守ってくださる人たちをつないでくださったり、また聖地の、ね、神様とのつないでくださったりとか、いろいろ、ね、なさってるんですけれども、あのねこうマブニとかでもさ、はい、うん、行って、あのなんかこのこう霊、こうまだ戦争とかでね犠牲になった方たちの魂が安らかにあの世に、ね、こう行けるようにですかね、なんかそういうこともやってらっしゃるんですよね。あ、はい、そうですね、沖縄戦が終わって、うん、もう72年目に入ろうかなとしてるところなんですけれども、うん、はい、うん、やっぱりまだまだあのね、お亡くなり、戦争でお亡くなりになって、あの天国に上がることができていない御霊の方々も数多くいらっしゃいます。やっぱり私が小さい頃からその方々とも見たり話したりできるっていうね、あのそういった特徴を能力を持っていますので、その方々とあえてお話をさせていただくことで、あの少しでも、ね、心が安らいで、うん、天国に、ね、行けるようなちょっと、うん、後押しを、うんうん、そういった活動もしてます。はい、これもね本当にあのなんだろうな、あの私たちがなんか想像する中で、やっぱりそういうふうにまだまだあのこう成仏できてない、ね、方たちもいるんだろうなって思いつつも、でも何もできないなとか思ってたんですが、うん、それをレナさんの活動を通して知ることもできたし、でまたなんか、あの直接何もできないと思ってるけれども、自分自身の人生をね、あのなんか一生懸命こう生きていくと、それもあのそのなんだろう供養にねつながっていくというようなお話も聞けて、あの何もできないんじゃなくてね、自分ができることをしっかりやっていけば、あのその御霊とかだけじゃなく、もういろんなことで、はい、あのこの地球全体もいろいろうまくね循環していくのかなって感じたんですけども、はい、じゃ あのちょっとね曲をまたね、あっちゃんの曲聴いて後半に行きたいと思います。はい、ではこの歌歌ってみましょうよ。
しい時は泣きましょう。自分を愛してあげたらさ、この歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ、紡いでさ、神様味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。はい、あっちゃんのこの歌歌ってみましょうよのあとね、またねマムズマートの CM もね可愛らしいですね。このね夏休みにご家族でねマムズマートの方お出かけしてはいかがでしょうか。本当にね品物たくさんありまして、見てるだけでも楽しくなりますし、でまたいらなくなったもの、着れなくなった服だったり靴もそうですし、使わなくなったいろいろね、こうね、子供が小さい時に使ってたものですとかも買い取りもしてくれますので、ぜひね、マウズマートの方にお出かけください。はい、では、レナさんまたね後半もねよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日はやっぱりねお盆の、ね、中日中ね昨日がね終戦記念日ですね、はい、で今日がお盆ということで、やっぱりこのなんだろうね亡くなった方たちの霊とか、はい、またご先祖様とかね、うん、平和についてだとか、うん、やっぱりいろいろ感慨深いものがあるなと思うんですけれども、はい、特にこの旧盆ってね、はい、沖縄のね私たち生まれ育った私たちにとってやっぱり大きなもので、うん、親戚がねいっぱい集まってきたりとかもするんですけれども、うん、昨日運慶重視ね、はい、お供えしてご先祖様をお迎えしたんですが、うん、このお盆の期間に、はい、なんかこの、過ごし方のポイントっていうか、はい、なんかありますか？そうですね、お盆の期間中にですね、うん、ちょっと体調があまり思わしくない、毎年ちょっと体がだるくなるなとか、うん、もしそういう方がいらっしゃったら、うん、その方のためにちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけれども、はい、まあ、私自身もそうなんですが、ちょっと神田街というかね、うん、霊的に敏感な方はお盆の期間中っていうのは体がちょっと重くなったりとか、うん、だるくなったり、なんだかやる気が起きないなとかですね、うん、そういったこととか、あと無の関係というか、うん、なんかマイナスなことを考えて考えてそこから抜け出せないとか、うん、そういったことになることもね、なる方もいらっしゃるかと思います、はい、そういった時には塩をまず持ち歩く、うんうん、払い清めの塩も持ち歩いて体の周りに巻いたりとか、うん、口に含んで、うん、すっきりさせたりとか、うんうん、あとはですね、お子様がなんかそわそわしてるなっていう感じが見受けられた時には優しく抱きしめてあげて、うん、まあ、大丈夫だよって、うんうん、そうしてあげるだけでお子様を守ることもできます、うん、で海にはやっぱりと行かないっていうことを、うん、していただきたいなと思います。そうですね、あとは、うん、無の歓迎ですね、なんかマイナスなことを考えて、うん、そこから抜け出したいな、抜け出せないなっていう時には、うん、頼りになる方とか、うん、ご家族の方のお友達とかね、その輪の中に入って、うん、どっかマイナスな考えが及ばないようなね、うん、環境づくりをしてほしいと思います。
うん、でもあのお盆の期間中はご先祖様たちがねすごく帰ってきて本当元気にしてるかって喜んで帰ってくる、うん、来てくれる時もあるので、はい、あの手を合わせてねあのこれからのことを守ってくださいとか、うんね、お子様たちがもっと元気にあの頭も良くなってもっともっと活発にあの家族仲良く過ごせますようにとお祈りをして、うん、手を合わせるだけであの願いも、うん、聞き届けやすくなる期間もあるので、はい、うん、まず先ほどあの無理歓迎とかにしてしまう人とかねこの期間にね、はい、落ち込みやすくなったりとかっていう方は、うん、あのなるべく一人で考え込む時間を持たないってことですね、はい、そうですね、うん、でなんかこう楽しく、ねうん、こうあの優しく包み込んでくれる人たちの中の輪に入るだけでも、うん、なんかその一人の中こう孤立っていうか、うん、自分の中に入り込まずに済みますので、うん、そういう中であのちょっとねこう輪に入って心をなんか、ねうん、リフレッシュするような感じでいいですかね。うん、であとちょっとね今あのあそうなんだと思ったのがよくあのほら、神社とかではお願い事あんまりしないようにとかって聞いたりもするんですけど、うん、ご先祖様の方にはうちねあのおばあちゃんがいつもあのご先祖様に手を合わせてあの健康 で、うんでね、あのちっちゃい時のことですよ本当3歳4歳ぐらいの時教えてもらったのが大きいねねにしてくださいって言いなさいよって言われてたんですけどでその印象でやっぱりこうあの健康に過ごさせてくださいとか、うんあの何事も無難からねあの通してくださいみたいなことをなんかこうつぶやいたりとかしたって感じなんですがあのご先祖様には先ほど言ったようになんかね勉強もできるようにしてくださいとか普通にこう素直にお願いして大丈夫、うん、あはいもちろんですあまり欲深いことはなしでそうですね宝くじ当たりますようにとかあの一番ね、うん、ご先祖様が望んでることは、うん、あの家族の兄弟のご夫婦の、うん、ねまた末長く子孫が、うん、あの仲良く幸せに暮らしていく、うんね、っていうことを望んでますので、うん、そのためのサポートを、うん、力を貸してくださいます。はあ、じゃあそれは素直にねあのこう見守ってくださいねって導いてくださいね、うん、みたいな感じでいいわけですね。はい、わかりました。家族みんな健康に仲良く暮らせますようにってね、うん、はい、はい、じゃあでもねあの本当にこう仏壇の前に座って手を合わせるとなんか温かい感じがやっぱりしてくるので、うん、ですよね、うん、でなんかこの、ね、やっぱりこう温かく平和な、ねうん、あの過ごせますようにって言いながらまたねご先祖様のこともねご先祖様も心安らかにいられるようにって願いつつ、うん、なんかやっぱりすごくこういいこの期間っていうかねお盆ってやっぱりつながってるなってそうですね実感できます ね、 でその、お盆のこのやっぱり線香をあげに来るってことで、普段ね顔合わせない親戚だったり、うんね、いとこたちが来たりとかね、うん、でそれでまたしばらくぶりであこんなに大きくなってるとかね、うん、そこから話題が広がっていってその様子を見てまたご先祖様も喜んでるでしょうね。喜んでますね。うん、なんかねそういう温かい期間であのすごくこれもやっぱり沖縄に生まれてよかったなと思える、うん、あのイベントというかねあの行事ですね。そうですね。はい、じゃあ、レナさんまたねあの映画とかも、はい、あのまあホームページとかでね詳しくわかると思うんですけれども上映って流れてきてますね。ちょっと流しながら聞きましょうかあの映画ってなんか私のとこでも上映してほしいとかっていうのがあったらそれもあのホームページから問い合わせたりとかして大丈夫ですか。はい、ぜひメッセージください、うんね、いろんなところでレナさんの映画が、ね、上映されるとまたあのご先祖様とのつながりだったり、うん、あの本当にこの、見えない力で守られてるとかね、はい、愛を感じたりあのすごく心強くなるかもしれませんね。はい、では、ね、あっという間の時間ですね。じゃあ今日は、アシスタントママ小金原奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この番組は、ママ徳元気ラジオ、この番組は合瀬小学校前おいしい雑貨やシャムス、子ども服、子ども用品、制服のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア、以上各社の提供でお届けしました。学研教室からもお知らせですね。学研教室ではただいま、
夏の、ね、無料体験学習実施中です。まだ夏の特別教室も受付中ですので、お近くの学研教室お尋ねください。では最後ね、あっちゃんの歌聞きながらお別れです。そのままのあなたが絶好調、そのままの私が最高で、そのままの私が絶好調。悲しい時は泣きましょう。自分を愛してあげたらさ、この歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ、プラスの言葉を紡いでさ、味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。